これから人参酵素を使って過酸化水素を分解する実験を紹介します。まず実験に使用するものの紹介です。アルミホイルは三角フラスコに蓋ができる大きさがあれば大丈夫です。ありそう、うん、でほらこういう無地があるやつをこうやってやってでしてずっと刺せからちゃんといいんじゃないかな。でもつくんだ、筆が。なるほど。もう冷め切っちゃいました。冷めてるんじゃないですか、はい、どうする、フリフリする。